青春映画風にさっちゃんみたいな波強いんだからね、大変よ。一回パトリック・エタランジェが日本に来た時に、あれシンデレラボーイを随分撮ったみたいなので、でもね、ちょうどねフランスにいた頃でその映像を見たんだけど、綺麗なんだよね。あの真っ黒の岩に白いそのチョークがパッ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 ってついてて、まあ、当時からすると今はねチョークベタベタなんだけど、でもなんかそういうなんか黒と白のコントラストみたいなのがすごい印象的だったその時。あれはもう88年になるのかな、88年の春ぐらいだったかな。まあそのサーカスとか風に吹かれての後のシーズンだと思うんだけど、もうヨーロッパにやっぱり行く前で、直前で、その時ね、あのあれだ、最後出発前にヨーロッパ行く前にいろんなとこ行ってたんだよね、山に。で最後に城ヶ崎に来てトライしたんだよね。まあそれもやっぱりあれだったかな、もうかなり自分の中で自信を持ち始めてる頃で、逃げ気かなんかで登ってるんだけど、なんだろう、まあすごいこう、あ、なんかヨーロッパでもやれそうだなっていう実感を持たせてくれたルートかもしれない。